サレジオ小学校、中学校は、東京都小平市上水南町4丁目にある、私立のミッションスクール。戦後、戦災孤児を保護する目的で設立された、児童養護施設である、東京サレジオ学園に併設される形で、1947年に東京サレジオ学園小学校が、1948年に東京サレジオ学園中学校が設立を認可された。 その後、1951年により、小学校と中学校は、学校法人東京サレジオ学園の運営となり、1963年には、学校法人育英学院との合併が行われ、校名の変更が行われた。現在、同学園に入居する児童は、地域の小学校へ通学する、要制度変更されたため、サレジオ小学校は、一般から募集された児童のみを教育している。 一方で、サレジオ中学校は、同施設に入居している中学生と一般入学した生徒が共に学ぶ体制をとる。なお、小学校は男女共学で、中学校は男子校である。全員参加が原則である。併設の高等学校が存在しないため、中学校を卒業後は高等学校などの各上級学校に進学するなど、進路は多様である。なお、 系列校のサレジオ工業高等専門学校への推薦入学制度が存在し、ほぼ毎年若干らが同校に進学する。ありがとうございます。